1895年、ドイツのツァイス社が、ガウスの望遠鏡の対物レンズを応用したプラナーというレンズを世に出しました。このレンズも見た目ではわかりにくいですが、屈折面ごとにまとめると前回のトリプレットと同様、パワー配置は、正、負、正の左右対称形です。このレンズにはハイパークロマティックレンズというアイデアが導入されています。両側の貼り合わせレンズで凹凸両レンズに同じ屈折率で分散が異なるレンズを選ぶことで、色周差以外の初周差を補正した後で貼り合わせ面の曲率を変えても、色周差だけを補正できるという特徴があり、計算能力の低かった当時は、レンズを設計しやすいという利点がありました。しかしコマ周差の補正が不十分だったのでさらに改良されたレンズも開発されました。これらのタイプは望遠鏡の対物レンズが元となったことから、まとめてガウス型と呼ばれますが、ガウス自身はあまり関係していません。ちなみにガウスとはドイツの数学者、物理学者、天文学者で、磁石で使われている単位、あのガウスのことです。